ブルース・カストロチェンはパナマ共和国パナマ県、パナマ市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。中国系のパナマ人であり、ワールドベースボールクラシックでは、パナマ代表と中国代表の2カ国で出場する資格を有している。1993年7月2日に、アトランタブレーブスと契約。1994年、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・ブレーブスで、プロデビュー。9試合に登板し、1勝4敗1セーブ、防御率3.80だった。1995年は、ルーキー級・ダンビル・ブレーブスで14試合に登板し、4勝4敗、防御率3.97だった。1996年は、A-9、ユージーン・エメラルズで11試合に登板し、4勝1敗。 防御率2.27だった。1997年は A 級メイコンブレーブスで28試合に登板し、12勝7敗、防御率3.51だった。1998年は A 級グリーンビルブレーブスとトリブル A 級リッチモンドブレーブスでプレー。A 級グリーンビルでは24試合に登板し、13勝7敗、防御率3.29だった。 9月7日のニューヨークメッツ戦で先発起用されメジャーデビュー。3回を投げ、6アンダ4失点2死球と結果を残せず降板。勝ち負けはつかなかった。9月12日のフロリダマーリンズ戦では6.1回を、6アンダ2失点7奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年は4試合に登板し、2勝0敗、防御率3.98だった。 1999年は、トリプル A 級リッチモンドで開幕を迎え、5月にメジャーへ昇格。8月7日のサンフランシスコジャイアンツ戦からリリーフへ転向した。16試合に登板し、2勝2敗、防御率5.47だった。2000年は、リリーフに専念し、22試合に登板、4勝0敗、防御率2.50だった。2000年7月12日に、 アンディア・シュビートのトレードでジミー・オスティングと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。移籍後は先発に復帰し、15試合に登板。3勝4敗、防御率3.63だった。2001年は開幕ロースター入りし、16試合に登板。4勝5敗、防御率5.00と数字を残せず、7月6日に A 級レディングフィリーズへ降格した。 2001年7月27日に、デニス・クック及びターク・ウェンデルとのトレードで、アダム・ウォーカーと共に、メッツへ移籍。移籍後は11試合に登板し、3勝2敗、防御率4.68だった。2002年は開幕ロースター入りし、リリーフとして1試合に登板した。2002年4月5日にフィル・セーベル及びマット・ワトソン、スコット・ストリック・ランドとのトレードで、 後日発表選手と共にモントリオールエクスポズへ移籍。移籍後は15試合に登板し、2勝3敗、防御率6.99だった。2002年6月14日に、ジム・ブラウワーとのトレードで、新シ品シキレッツへ移籍。39試合に登板し、0勝2敗、防御率4.31だった。2003年3月10日に放出された。2003年3月14日に、 ヒューストン・アストロズとマイナー契約を結んだ。開幕ロースター入りして11試合に登板し、0勝0敗、防御率6.00だった。5月3日にディフェとなった。2003年5月7日にウェーバー工事を経て、ボストン・レッドソックスへ移籍した。5月9日にメジャーへ昇格したが、5試合に登板し、0勝1敗、防御率5.11と結果を残せず、 6月1日に DF となり、6月5日に AAA 級ポータケットレッドソックスへ降格した。オフの10月3日に FA となった。2003年11月26日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2004年は AAA 級シラキュースチーフスで開幕を迎え、3試合に登板し0勝1敗、防御率8.71だった。 2004年5月1日に金銭トレードでボルチモアオリオールズへ移籍。移籍後はトリプル A 級オタワリンクスでプレーし8月25日にメジャー契約を結んだ。昇格後は8試合に登板し2勝1敗防御率3.02だった。2005年は開幕ロースター入りし34試合に登板。新たにチェンジアップを習得し投球に 幅が広がったこともあって、メジャー8年目で自身初の2桁勝利、また、自己最多となる13勝をマーク。自身2度目の関東勝利を挙げ、197.1、東急会と133奪三振も、自己最多と飛躍の年となった。2006年1月17日に、オリオールズと1年契約に合意。開幕前の3月に、 1> 第1回 WBC のパナマ代表に選出された。シーズンではエリック・ベダードやロドリゴ・ロペスラと共に開幕から先発投手としてプレーした。しかし、請球難に陥り、6月頭に先発ローテーションを外され中継ぎとしてプレーすることとなった。オフの10月31日に FA となった。 2007年2月6日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、4月1日にメジャー契約を結んだ。昇格後は5試合に登板したが、防御率7.20と乱調。4月21日に DF となり、4月28日にトリプル A 級オクラホマレッドホークスに降格した。降格後はトリプル A 級オクラホマで4試合に登板し、1勝1敗。 防御率5.62だった。10月15日に FA となった。また、この年にトミー・ジョン手術を受けて、その影響で2008年は、どの球団にも所属せず、リハビリに当てていた。2009年3月には、第2回 WBC のパナマ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では、 初戦のプエルトリコ戦に先発するも4回に失点で負け投手となった。シーズンでは3月1日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級オマハロイヤルズで開幕を迎え6月26日にロイヤルズとメジャー契約を結んだ。昇格後は17試合に登板し1勝6敗防御率5.78だった。11月6日に FA となったが12月11日にマイナー契約で再契約した。2010年はトリプル A 級オマハで開幕を迎え4月23日にロイヤルズとメジャー契約を結んだ。この年は4年ぶりの2桁勝利となる12勝を挙げ防御率4.17だった。11月5日に FA となった。2011年1月15日に ロイヤルズと一年契約で再契約した。開幕ロースター入りしたが、5月10日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月24日に復帰。約1ヶ月間離脱していたが、25試合に登板し、2年連続の2桁勝利となる12勝を挙げ、防御率は3.77だった。オフの10月30日に FA となったが、 11月23日に総額900万ドルの2年契約でロイヤルズと再契約した。2012年は開幕投手を務め34試合に登板。11勝14敗、防御率5.07と前年に比べ成績は悪かったが3年連続の2桁勝利を挙げた。2013年第3回 WBC に 中国代表として参加することを目指したが、祖父母が中国出身である証明書を揃えることができなかったため出場資格を満たせず不参加となった。レギュラーシーズンの開幕はリリーフとして迎え、7月12日のクリーブランド・インディアンス戦から先発に復帰、34試合に登板し、9勝4敗、防御率3.27だった。オフの10月31日に、 FA となった。2014年1月30日にロイヤルズと325万ドルの1年契約で再契約したことが報道され、2月1日に球団が発表した。開幕ロースター入りし、4試合に登板したが、5月2日に追加版ヘルニアで15日間の故障者リスト入りした。9月5日に放出された。この年のレギュラーシーズンでは、 7試合の先発登板を含む計13試合に登板したが2勝4敗防御率7.45で負け越しと振るわなかった2015年2月16日にインディアンスとマイナー契約を結ぶことで合意した開幕を参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズで迎えた後5月9日にメジャー昇格だが2試合に先発して 防御率12.79と振るわず、16日にディフェとなり、18日に現役引退を表明した。現役引退後はインディアンスの育成部門に携わっている。2016年12月、第4回 WBC に中国代表として出場するため、投球練習を再開。2017年3月4日に行われた。 オリックスバファローズとの代表強化試合で引退5発の実戦での登板を果たした。WBC 本戦では1次リーグのキューバ戦に先発登板し、2回に3を無失点で抑えた。ありがとうございます。